I'll be right back. Okay, I'm back. 今日はですね、なんかビデオを作ろうと思っていたんだけど、家で子供たちが10時ぐらいになってもまだ起きてこないし、なんかできないんで、もう車の中からこう、なんだろう、超ランダムな話をしようと思います。っていうか、でもちょっと私運転しながら喋るのは多分危険だと思うので危ないですね。もうね、まず子供たちですよ。今日月曜日なんですけどね、息子はなんか今日は学校に行かなくていいみたいなあれで家にいて、いつまでも寝てて、でまあ娘は午後からの仕事なんで、まあいつまでも寝てて、もうこいつら何時まで起きてるのか知らないけれども、私はもう知りませんよ、何時まで起きてるのか。で、私は朝から掃除機もかけて、いろいろなんやかんややってるんですけど、それでもまあ寝てるんですよ。どうするこの人たち。もうなんかね、インターネット時代に生きる子供たちって、もうなんかもう未来あるのかなっていう気がします。まあソーシャルメディアとかTikTok とかにハマってね、それもだけれども、大きいのはゲームだと思うのよ。ゲーム、ビデオゲーム、みんなゲームするでしょ。なんか何もすることないって言ってゲームばっかりするでしょ。で、娘も仕事して忙しいとか言うけど、夜中にゲームとかしてるの私は知ってるのよ全く。もうこのゲームが生活の一部として当たり前になってから、もうこの人たちどうするんだろうね。そのまま大人になることは無理だと思うから。っていうか、大人になってもやってる人いるし、もう30代40代でもいるじゃないですか、ゲーマーの人たち。あの人たちどうするんでしょうね。50代60代になっても70代になってもゲーマーグランパーになるんでしょうか。もうなんか変、もう知らない。キャットフード買ってきた。もういっぱいいるから、キャットフードもバカにならないっつうの。まったく。だって家の中に4匹でしょ。で、外に子猫が2匹で、通常来るのは大人猫が3匹、まあ来たり来なかったりだけど、もう大変よ。なんで私が食べさせないといかんの。何の話してたんだ。子供たちか。まあもうね、もう知らない。自分たちでなんとかあれするでしょう。この2人は特に、なかなかベッドから出られない性質なので、私はそれも分かってるので。一番上の娘はね、結構なんか行動派で、近くにいないんですけど、やってるんですけど。で、今から行ったことない新しいお店に行きます。なんかちっちゃい、本当にちっちゃい個人の人がやってるお店で、なんかハーブフレッシュなものとか、なんかオーガニックのものとか、もうローカルのファームから来た肉とかですね、そういうのがあるところを見つけたので、偶然にもそこにちょっと行ってみたいと思います。ここの町にはなかなかそういうのがね、ないんですよね。昔、何年か前にもなんかこうオーガニック
肉マーケットみたいな小さな店があったんですけど、なかなかこういうビジネスって続かないんですよみたい。そんな感じでやっぱりね、あのみんな安いものとかを求めてると思うし、オーガニックとかなると高いんで手が出ないんで、だから私もそういう質のいいローカルで育てられたものをなるべく買いたいけれども、正直言ってこう手が出ないっていう感じですよね。だからでもそういうものを買うときはこうなんかちびちび使うケチってね、無駄にしないようにこうありがたく大事に食べるというそんな感じですよね。こういうね意味のある肉を食べるよみたいな、ファクトリーファーミングから来てる肉はもう買いません。この辺ファクトリーファームがいっぱいあるんですよ、ノースカロライナのこの東側はあのポーク豚肉の産地なので多いんですね。でも、うん、ね、自分はダメです。そこからそこもどんな風にこの豚たちが扱われてるかを知っているので、もうその豚肉は買えない。ちなみに日本にもいっぱい輸出してるはずですっていうのを前ね読みました。で日本向けに日本人の口に合うようなあの豚肉をなんか生産してるらしいです。でもっとなんか味もなんか この辺で私たちが買うのよりもいいみたいな感じで、日本向けの品種をなんか輸出してるって聞きましたね。まあそれはいいとして、通り過ぎてないな、あれどこだっけ、まだか、okay、ちなみにまたあのこの運転の話に戻りますけど、アメリカはあの変な問題があって、昔よりもはるかにこの今ねトラック系の大きな車とか、SUV あれどうしたっけ忘れた、それ系の大きなトラックを求める人たちが多いっていう傾向にあって、っていうかもうみんながそれ大きい車に買い替えるもんだから、他の人もあ自分も大きなのにしなきゃって言ってみんな大きなのに買い替えたがるんですよ。今ずっとそんな感じで来てるんですね。だからそのせいでこうパーキングロットとかもなんかもっとこうなんていうの止めにくい感じするし、もっと車が多いような感じがする。で道路運転しててもですよ、大きな車が多いからなんか小さい車の人たちは運転しにくい、そんな感じなんだそうです。確かにそれは自分もそう感じますね。でですよ、でもアメリカも景気も悪くて物価も高くて、でみんなお金ないけれどもそうやってね高い大きな車をまたローン組んでみんなまだ買ってるっていう事実だっていう話を聞きました。自分は興味ないですけどね。見つけたぞ。一人で新しいとこに行くのはお店とかね、新しいお店とか一人で入るのはちょっとドキドキしますが、行ってきます。高いですけど価値あると思うので、いいもの見つけた。これはポークソーセージ、それとホールチキン一匹丸ごとチキン1ワカチキンですね、丸ごとチキン。でもすごいお得な値段だった。このお店をやってる人が直接育ててるあの鶏だそうで、
いいぞ。いいですね。いいですね。じゃあ今日は、うん、もうなんか食べるもの買って帰ろう。今日はご飯作りたくないので。OK。じゃあ買ってから帰ろうね。ちなみに私はビーガンでもベジタリアンでもないです。一回ですね、ベジタリアンになろうとしたことあるけれども、まあ家族のみんなが絶対そうじゃないんで大変だったのでやめましたね。でも正直言うと、なんか自分は肉食べてた方がいいような気がする、体質的に。だからもう子供たちみんないなくなって自分だけになったら、もうほぼベジタリアン的になってもなると思うけど、魚は食べると思うけど、あまり肉は食べないと思うけど、やっぱり体質的になんか自分は肉があった方がいいような気がする、うん、ビーガンにはなんかなれない気がする。なので卵とか乳製品とかもね、卵は一回だからずっとあの鶏飼ってて、自分で卵を自分で収穫してましたけど、しばらくまたそれやりたいんですけど、でもチキンは、鶏は自分でね殺してやれできるかって言ったらわかんない。でもどうしてもやらなきゃいけなかったら多分できるとは思う。そういう暮らしをしたい。牛も飼うか、牛も飼ってミルク絞ろうか、それもやりたいとは思う。まあ難しいと思うけど、できればそんな感じで自給自足がしたいの。調べて、で骨
後に、あれそういえば痛くないぞっていうのに気づいたの。だからキャスターオイルのおかげだったかもしれない。その前にあのホメオパシーをいろいろ調べて効きそうなのを自分で飲んでみたりもしたんですけど、それも手伝っていたかはわからない。でも痛みは消えた、元に戻ったの。自分で治癒ってやつですか、自分で治ったんですね、病院行かなくても。だからもうできるじゃんと思って。どこだ、Hi, I'm Mrs. There you are. Have a wonderful day. Thank you. Easy. チポートレは自分が一番利用する外食なんですよ。チポートレは簡単に今これ私アップでオーダーして、ただピックアップしただけなんですけど、もう便利すぎるぐらい便利でしょ。で、まあ、息子も好きなん でいろんなものが入ってるし健康的だし、でチポートレはあの材料もサステイナブルな材料にこだわってやってるっていうんで、まあ、それをちょっと信じて、と言っても美味しいんで。っていうかもう、でも他にはね、もう他には外食もう、ね、最近ほとんどしないんですよ。もうなんか信用できるレストランってあんまりないし、その使ってる材料とかですか。もっと大きな町とかに住んでたらそういうレストランももっとあると思うけれども、ここはね、もう私の知る限りではなんかあんまりないし、でもなんかあんまり外食にも興味ないんですよね最近。だってね、あの全部の材料をチェックしたらもうやってられないけども、だってもう全部そうじゃない。なんか小麦粉一つにしろ、米一つにしろ、オイル一つにしろ、なんていうか信用できるのかってね。自分でだって料理する分には一生懸命気を使ってやってるけど、どっかに食べに行ったらね、もう全然自分がコントロールできることじゃないので、でそれを考えたらなんかもういいよ、自分でなんか適当に作って適当なものでもいいよそれでっていう気分で。でまあ正直そんな余裕もないので、高いですからね、今値段も上がってるから外食も高いですよ。はあ、OK 戻ってきました、帰宅。そう、食費の話をするならば、猫を食べさすのも大変ですけど、息子の彼女が週1回最低週1回はうちに来てご飯食べて帰ってくるそれも結構大変なんですよ、食べさせんの。まあでもケチケチは言ってられないんで。で彼女すごいいい子で、何でも喜んで食べてくれるんですよいつも。で本人も料理に興味があって自分でもやるし、で5人兄弟なので家でもなんか大変みたいなのでね、なんかもう一人食べさせてるみたいなもんなんですけど、私が彼女が来るときは。でね、まあそんなこんなでなんで私がって猫と一緒で思いがちだけれども、まあいいよもう喜んでくれてるからっていうことで。うん、まあでもなんかまだね、15歳だから、なんか彼女っていうよりはすごくいい友達みたいで、みたいな関係で、すごい楽しいいい子だから、うん、いいんですけどね。まあ、そういうことで、私は
中に入ります。でご飯食べて、あとは何しようかな、手首が痛いんでもうあまり動かないでおこう。ではそういうことで、今日はなんかぐちゃぐちゃでしたが、また来週。バイバイ。